さあ時刻は十二時を回りました。二千十六年四月十一日月曜日、え主婦帯月曜担当玉木よしののノンスタイルスタートでございます。早速チェーキャスからパイパイジャズミさん。

おすけさん届いてましたよありがとうございます美味しかったそして、えー、リスさんまたまたリアルポニーテールですか太いどういう意味私えそうだからあのすごいねみんなには馬の尻尾みたいって言われるんですねちょっとね言いたくないんだけどリカちゃんのね髪の質に似てるんだよねやばいよねパンテンパンテンプリーズ <laughs> トリートメントプリーズ <laughs> ね、ちょっと習い事してるんで髪切れなくてねはいまあそんな感じで月曜日スタートしてまいりますけれども実は私月曜の担当で2回目なんですよそして4月のこの新年度の放送はこの日今日が 初スタートになります実は先週4日はあのお休みをさせていただいてたんですけれどもずっとね背丈の山の中におりまして大変でした <laughs> でもねあのまあ、お仕事だったんですけれどもねはい今日はこのようにえこちらに座ることができましたありがとうございますで私自身も月曜担当のあの感じがまだ全然なんだろうね体に馴染んでなくって実は忘れてたんですよ。 あ、忘れたっていうか3日前ね。<laughs> 怖いでしょ。あのゲストさんとかもちゃんとお願いしてたのに、それで、あれゲストさんから、あ、吉野さんそろそろですよねとか言って、いつもならだいぶ前に打ち合わせしてるんですけども、でも、今回は、今日はゲストさんをお招きせずに、まあ、あの4月新年度の1回目の放送なので、私にとってはですよ。なので、ゆっくりと曲をおかけしながら、あの始めていきたいなと、進めていきたいなと思っています。さあ、そして、新年度に入って、今日からえ初幼稚園の入園式とか、 終えられて、今ほっと一息っていう方もいらっしゃると思います。そして社会人の方もね。あの、本当に真新しいスーツを着て、はい、ヒールを履いてとかね。 まあ入社をされて本当にもう日々もう今日なんて特にねもう業務が始まる前にいろんな挨拶もありから始まって大変ではないかなと思いますなので今日はですねまあ私あの月曜の担当になってから初の試みということで他の番組では行ってると思うんですが、えー、テーマを決めてリクエストを募集したいなと思っていますいやテーマにちょっと沿ってあのなかなかメッセージできないという方はそれぞれの思いで結構ですので月曜なのであえてメッセージをということで新年度さあ今週今日のですね えー、メッセージテーマは「初めてのるまる初めての」「いきなりくよ初めてのキス」とかね私は言わないけどさ <laughs> キュンキュン言えるのか玉木さんよって感じですよね「えー、初めての入学式」「初めての,そのなんだろう、ね、出産の経験」とかさいろいろあると思うんですよ初めて車を運転した時の気持ちとか初めてまあ新社会人になった時あの時のあの日はもうすごい思いでしたとかねいろんな初めて。 贈り物とか体験物何でもいい OK ですのでメッセージリクエストともにお寄せくださいお願いしますさてこちらのね、えー、番組のアドレスは違うんだよねいつもねあの FM コザの方にメールを送ってくださる方も多いと思うんですがもうこちらでもいいんですけれども、えー、主婦帯 atmarkgmail.com えー、主婦帯アットマーク Gmail.com もう少し細かく言いますね。shu,fu,opi アットマーク Gmail? ドット com 私が「マークで <laughs> え私がえ、?L なの?」みたいな感じです。すいませんね、Gmail の方で。いやで今日はですね、FM コザのスタジオからの放送でもちろんあのこの主婦帯は FM 技能ワンからも聞こえるんですけど、聞こえるんじゃない、同時放送だよね。なので、はい、どちらからでも OK なんですが、ぜひ皆さん、どちらか聞きやすい方を聞いていただければなと思います。で今の太郎介さんとかリスさんとかはあの FM コザの方のツイキャスから入ってきてくれてるんですよね。 はい、ありがとうございます。あ、初めてのでいっぱい来てますよ。な聞きそうな予感がしてます。 今チーキャスの欄を見てるんですけどもぜひこのラジオを聞いてあ私も初めてのほにゃららありますぜっていう方はぜひともお寄せいただけたらなと思いますもう紹介できるものは全部紹介していきたいと思いますそして主婦帯といえばリスナープレゼントついております今週はカフーリゾート付着コンドホテルワインダイニングザ・オレンジのランチペア券を2組様でございます東シナ海の絶景とともに沖縄食材をふんだんに使った イタリアンですぜひご希望の方はメールでお送りください懸命に主婦帯リスナープレゼントと書いてくださいねメールアドレスは先ほどの、えー、主婦帯のアドレスとなりますと たくさんのご応募お待ちしていますそして当選者は来週のこの時間主婦帯で発表いたしますなお当選された方はスタジオに取りに来ていただくか着払いでの郵送を可能の方とさせていただきますなんかコミュニティっぽいでしょよろしくお願いします <laughs> さあ先週は沖縄マリオ、えー、マリオットリゾートスパの、えー、こちらペア券だったんですが、えー、紹介しましょう北さんでいいんですよね 当選者北さんと真美太郎さん決まりましたおめでとう <laughs> ぜひですね、えー、取りに来ていただきたいなと思いますすっごい私も先月行ってきましたけどすっごい良かったですぜひとも楽しんでください今週は花風リゾート付着コンドホテルのランチペア券ですのでぜひたくさんのご応募お待ちしていますさあということで、えー、主婦帯この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージうるま市、えー、結婚式場乳酸和の提供で 提供他、各社の協力でお送りいたします。いいですね。提供クレジット読める嬉しさ。ありがとうございます。さあ、それではオープニングナンバー参りましょうか。はい、今日はですね私テレビの仕事もね。沖縄でさせてもらっていまして。 えとね、毎週月曜日、は今日か、えっ、ー、とね、3時50分の放送になったらしいです。もう今年あの6年目を迎えさせてもらうんですが、情報番組で沖縄テレビのこれパチという番組です。で、相方が芸人さんの知念田新一郎さんという方なんですが、しんちゃんと呼んでますね。もう、あの、ゆたのキャラクターとかでおなじみだと思いますが、なんとそのしんちゃんが、この度 CD を出しました。ゆた、うむしるムんというね、すっごいね、あの、このパッケージいいですか。 今ね、ツイーキャストをご覧の方。今ね、ラジオから聞いてる方はぜひね、聞いてくださいよ。えっとね、しんちゃんの顔、もう本当にね、あの真正面からちょっと白黒な感じで、えー、本人のジャケットのね、感じがね、すごいね、どきついんですよ。これでもかってくるアップですね。そばに置くとね、すごい怖いんですけれども、でもね、曲を聴くとなんか本格的な、なんかね、だからディゴイチみたいな、なんかね、ちょっとね、わかりますなんかそういう、 曲調まず聞いてほしいんですけれどもすごくね完成度が高いなと思います。で、あのー、こちらは大金のぞみさんというこのキャラクターと w i t h d j レイコで今日はねお送りしたいと思いますがまずは聞いてみましょう。沖縄のこの時期といえば生命祭の時期です。昨日も私シーミーに行ってまいりましたが聞いてみましょう。レッツシーミー祭。 さあ時時刻は12時14分になりましたよあーそうかこんな感じのなんだろうな時間帯配分っていうかねいやこの時間になると女子力向上委員会ということでいつもゲストの方をお招きするんですね。で来週からももちろん女性のゲストの方がを中心にお招きしていろんなお話ですとかそういう情報を発信していくコーナー時間帯になるんですけれども今日はあの4月新年度初の私放送なのでちょっと曲の方もかけしながら。 あのリクエストテーマを私、設けてるじゃないですか。いつも設けてる割には、なかなかこうラジオで、ね、紹介しきれてないんですよ。なのでその配分なんかも、ね、私自身の体でちょっと感じてみたいなと思って、今日はあえてこのような感じにしてますね。さあ、今日のですね玉木、えー、のこの番組の、えー、メッセージテーマを、初めてのほにゃららにしてみました。初めてのまるで、あのねさっきねあのあらら、ま、あららがまサイガーさんがツイキャスで、 今日の娘の幼稚園の入園式がまさしく初めての初めての入園式でしたということよ。ねそうなんだ。きっと長女さんが初めてなのでお父さんお母さんにとっても初だよね。結構いいものだよね。なんかこうめかし込んでさなんかすごくまだまだちっちゃいけど入園式だからやっぱりそれぞれおめかしするわけじゃないですか。で右も左もみんな新しいのさ先生方もお友達も親御さん自身もね。でも結構あの気を引き締めるんですけどでもね これからが楽しいですよきっと私はね初めてので言うとあのね息子の保育園の初めて保護者会長になりました今この園はですね130名以上の園児がいるんですけれども湾の那覇市に私は住んでいてそこのね本当に人気のある保育園なんですよ。 で娘の時代からお世話になっていてもう10年くらいですか娘の時には副会長夫がねしてましたけれども今回も私夫婦でもう一応まあ先生方からもぜひともうということでもうねもう本当にお断りしたんですけど最後なので頑張ってやってみようかということでね今ライしてます去るね土曜日に総会というものがあって 決算報告とかつまり今年度はこんな事業をしますとかへえそんなことやってたっけ保育園みたいな今まで体験してたんですけれども本当に初めての保護者会長の立場とかなんだろう偉くなったとかじゃないんですよやることがやっぱり多いし夫婦で言ってることはね一番難儀なことを私たち夫婦がやろうよってそれだけです。あとは まあこういう私たちがやってるのでうまくこう皆さんの架け橋になれるといいなと思いながらねやってますけどねなんだか私があの一応会長の挨拶もあったんでしゃべったんですけどあの保育園の遠足の時にねみんながもうところどころで笑ってくれて <laughs> 何がおかしかったか分かんないんですけど <laughs> いやいやきっと楽しくなりますよとか言われながら楽しくしてるわけじゃないんですけどまあ楽しくありたいんですけど頑張ってねいきたいと思います夫婦でね乗り切りたいと思いますパ。イ,パイジャズミさんが吉野イコール初めての保護者会長 ね、ありがとうございます。沖縄では会長とか言いますよね。さあ、えこの今度も何か送ったの？って言ってますが、えパイパイジャズミさん、これはタロさ,さんにかなるほど。オッケーでね。えっ、ー、とね。ちょっとさっき読んでなかったのかな。でね。パイパイジャズさんが初めての講座、初めての山内さんできて,てるんだよ。超意味深でしょ。<laughs> これどういう意味なのかな？初めて山内さんに会った印象はどうでしたか？ ね、誰か似てましたか？でね、えー、とね。太郎助さん、そっか。そっか、ものすごく遅れてのホワイトデーでした。吉野さん、ごめんちゃいってことでとんでもないですよね。太郎助さん、お互いなんかやり取りしてたね。すごいね。なんかね。リスナーさんとそんなやり取りを初めてだったよ。意味深でしょ。<laughs> 大丈夫ですよ。<laughs> なんてことないですよ。はい、届いてますし、またあの本当に美味しくいただきました。ありがとうございます。 そうなんです初めてのまるぜひとも皆さん、ツイキャスまたはメール先ほども主婦帯のメールを紹介しました主婦帯アットマーク、gmail.com ですねこちら、はい、分かりにくいですか大丈夫かな、shu,fu,obi アットマークです、もう主婦帯ですねそして、gmail のアドレス、gmail.com そしてあもうわかりにくいい,いつももうねあの七十七六一アットマークエフエム小銭で送ってるって方そちらでももうかまないですのではいあのお待ちしておりますねでねこっちがはい来ましたよ紹介しますあこういうふうに紹介できる嬉しいな A K B ファンさんからメッセージが届きましたよん吉野さん妻帯って書いてある受け <laughs> る面白いね新しいな手法 B 妻帯 わかりでくれなまあいいい,いのかどうききき聞いた感じつ妻帯妻帯の主婦帯のいかんなでもねこのタイトルね来月から変わるからさみんな <laughs> 今出っとくけど <laughs> はいえめぐちんよしのちんちんちん FM 小座聞いてない <laughs> 言ってないけど FM 技能版お聞きのリスナーの皆さんこんにちはです吉野さんの番組を聞いていたらまだ金曜と間違ってしまうわ ね本当ですよ私自身も忘れてましたもん月曜日の担当ってことを <laughs> あの金曜日だと思っておや金曜日だと思ってリスナーさんの方いらっしゃってますねなんかあのはいとってもなんかおしゃれな夫婦さんがいらっしゃってますが沖縄の方ですかあらまどちらから関東関東から茨城からあらすごいあのたろうさんあの茨城の方からいつもこうメールいただくんですよ今もメールいただいてるんですけど。 はい、茨城から。あ、奥様が9回目で旦那様が10回目、すごいですねこれ。いやあのあのそうなんですよ。今お二人夫婦でね、今 FM 小座の大きなギャラリーの窓ガラスがあるんですが、お二人こう私をこう動物園の猿みたいですか？大丈夫ですか？<laughs> ねアリクイみたいでしょ？ねすいません。あ初めて FM 小座に来られますか？ 初めてあ沖縄・小沢ね面白いですよあの穴場がたくさんあるので中に入って聞いてもらっていいですか <laughs> あんたが喋るよっていうねここであ、ね、今カメラを構えてらっしゃって今これはムービーですか大丈夫ですかこれは今写真を撮ってらっしゃるいいんでしょうか地域限定型アイドルのはい寅年の玉木佳乃です。 大丈夫ですかすみません、こんなみっともない格好で本当にいつもみっともないんですけれども、大丈夫でしょうか、そんなことないですかあすみません、ちょっと番組をさせてもらってますんで、すみません、すぐ終わりますから、そう終わりますから、<laughs> そんなことないです、はい、ぜひよろしければあのパンフレットいっぱいあるので、なんかぜひご覧になってみてくださいね、ありがとうございます、茨城からのすごく素敵なあなご夫妻が、今ね、ギャラリーの前の方に来てくださって、カメラ片手に私を撮っておりました。い大丈夫かなね 大丈夫真よけになるはずよ。<laughs> <laughs> あごめんさなさい、だっけそそそうそうそう忘れてた AKB ファンさんのねリクエスト読んでたの途中でね AKB ファンさん聞いてきて切ってるよ、この人ってね俺はね初めての恋ですかね、そう、こんな感じのこと <laughs> チンってこういうの待ってました。初めてての恋してしまったんで なんんでやねん違いますよ。去年の FM コザの忘年会で初めての沖縄、初めての飛行機ですかね。え飛行機飛ぶ時、目をつぶってましたからね、以上です。うっそー。もっとさ、掘り下げてくださいよ。今、初めての声はね、聞きたいですね。でも、FM コザの忘年会で初めての沖縄っていうのはまた、いいきっかけですね。だって、FM コザのメンバーって素敵だもん。あとこういららっしゃるリスナーさんも個性的な方から 年齢層も幅広いしすごくねいいきっかけで沖縄に来られたと思いますよ普通に旅行するよりだってそのつながりで来てたらいきなりでしょ知らないとかじゃなくって名前で呼び合う方が「えあなた?」みたいなそういうのっていうのはねすごくね初めてのホニャララ初めての沖縄いいと思いますねでねリクエストが小林明子で恋に落ちてフォールインラブ、えー、何かあった AKB ファンさん、私もこれ好きだよ、すごく。ちょっと探しましょうね。かけれたらよろしくお願いします。リスナープレゼント希望ということで。いうことで。はい、AKB ファンさんってさ、沖縄の人兵庫のだよね。兵庫の方って今、沖縄住んでる。あれそうなんだ。え、AKB ファンさん、朗読来てたよね。あごめん、間違えてるねああ。あれじゃない、あれじゃないって、<laughs> あの人じゃない、もうね、ため口だってますね、ねぐめちゃんがもう。<laughs> 知りすぎて。 はい今このような感じで今日のね玉木慶喜の,の「の,ののスタイル」は「初めてのるまる初めての何」でお待ちしてますので本当に些細なことで結構ですよ。初めてねハンバーグ作った時の彼氏の反応とかさね私はいつも必ずねお付き合いする人はそんなにそういう経験ないんですけど必ずお味噌汁作るんですよ。で炊き込みご飯作るわけ悪いけどね調子が本当にもうだしの方から。 やるんですよであとね豚汁っぽく作るわけ具沢山好きじゃないですかあそっか懐かしいなの頃がないな、まああいうことはな <laughs> いや何ラジオ楽しいんだけどちょっとではいパイパイジャズさんつ妻帯イコール単なるえ間違いにしか思えないな <laughs> 本当ね手法帯妻帯まあいいけどさ五月から変わるからさあ,あなるほど でねあのパイパージャズミさんが「え茨城のお友達小座に集合あ」いいですね、本当ですよあの主婦の方ねあ主婦じゃないあのご夫妻で,で茨城から奥様が9回目で旦那様が10回目とおっしゃってましたあ覚えてる覚えてる私よかった。はい、あの小座に入らられてたらいいな さあそれではではすねここらで曲を1曲ご紹介しましょう。今日、ね、あの先ほども新しくこのしんちゃんの「大金のぞみさん WITH」DJ れいこの「レッツ・シーミー祭」をおかけしましたけれどもこちらもぜひ皆さんにこの時期だからこそ聞いてほしいしかもね500円で販売してますので cd ぜひ、ね、買っていただきたいと思います。で今日のこの次の曲なんですがはいあのー、初めてので今日テーマじゃないですか。 で今年度初めての初の放送になる、えー、松本潤さん、嵐のね、えー、彼が主役でも皆さんもテレビでご存知かな、99.9、こちらは刑事専門弁護士ということで、えー、弁護士役で松潤が主演するそうです、こちら楽しみにしていて、嵐の新曲も入りましたので、こちらおかけしましょう。それででは嵐でデイライラト さあ時刻はあっという間ですね12時30分この時間からご飯を食べ終えて、ね、昼寝をされる方10分ぐらいねそして歯磨きをして戻られる方いらっしゃいますかなんかこの時間結構微妙ですよね12時30分ぜひ切らずにそのままお耳お貸しくださいませすごいねなんかね今日はねゲストさんをあえて今日お呼びしなかったんですよでちゃんと皆さんのリクエストに対応していきたいって思いでやってるんですけど楽しいねめぐちゃんね初めてじゃないこんな落ち着いてゆっくり見てるの私が。 本当よ。楽しいですね。何なんだんだ。えー、たのすけさんからツイキャスで。初めてのまるまる家族での、えー、宿泊旅行へ行くこと、あ旅行へ行くこと。嫁さんと娘は飛行機に乗るのが初めてなので、飛び立つ瞬間、どんな顔をしているのか楽しみです。ね楽しみですね。うちの息子はね、 あのこうやって、こうやって、こうやって、こうなって、目つぶってました両手を押さえてね、なんか怖かったみたいですね。でもね、結局、飛び立つ瞬間っていうのは、やっぱりなんかちょっと体、なんかちょっと雰囲気違うじゃないですか。でもやっぱり、あの窓の外の景色を見て、飛んだ、飛んだ、飛んだ、みたいな感じでね、かなり大声を張ってましたね。AKB ファンさんがそれに応えて、そうなんだと。で、えー、ありがとうございますとあるのは、AKB ファンさんのリクエスト、さっき紹介してましたよね、私。 メール紹介しましまのちほど書けますね、あの曲の、ね、リクエストもありました、ありがとうございます。そして、なんとスタジオには、じゃじゃん、ムーネー先生が FM 小山に来てくれています、ありがとうございます。そして、とってもおっしゃ、もうなんなん何何花好きなんですよ、花のイベントもやってるんですが、なんとさ、これはね、あやめっぽいんだけど、えっ、ー、とね、送られるか、4月の花見は送られるか、ね。 ななんかかこの面白いいでしょ送られるか住み,かすみ,れみたいなね番組の名前だけど新聞紙みたいなあ違うか山本山みたいな違います違いますで、えー、あやめやんっていうことで来てますけれどもそうなんですよでねこれ多分ね私調べてどっからかな、まあ、何も聞かずにその子さんが一輪入れてくれたんですが <laughs> FM 小山にもね花瓶にね今飾ってるの高さがあってすごくおしゃれですね品がいいでね4月の花にしていいんじゃないかなと思うだってさハイビスカスデイゴブーケンビリアでもないですよひか桜も終わりましたで ね、これはえ多分ね大宜味の記事がかかれたかなモーレン先生今わからないけどちょっとある記事を読んだらそういうねこの送られるかが見れ,見れる場所がありました沖縄のえっとね大宜味という大宜味村に合ってるのかなこれすごいねもう一面さパープルですよねいいですねこちらの花 FM 小座にね置いてますので是非見たいという方は。 ギャラリーにいらっしゃいませんかってね。四月の花言葉、まあ、花見は送られるか花言葉が良い知らせだそうです <laughs> 良い知らせが届くかな、ね、楽しみですねいいねまたまたタイムリーでさ本当にありがとうございます春の風を春の香りを届けてくれたムーネー先生にまずは感謝ですねそしてたろすけさん、えっとねえー、去年の忘年会沖縄へ行くとき飛び立つ瞬間ん隣のおじさんが両手で耳を塞いで 目を閉じて下を向いたまま汗だくだったのを今でも覚えていて笑ってしまいますわかるよ私も私ねあのバリに行ったことがあるんですよあの海外バリですよあのねどんな人行ったんだっけなえ関空から行ったのかな結局沖縄から一旦そこに戻ってさほんと、ね、あのなんかね 状況が怪しかったんですよなななんんんんかかいろんなアナウンスが飛んでてもうなんかすごく怖くってだか変にねぐっしょり汗をかいて飛んだ覚えがありますねなんかねあのすごいなんか気持ちわかる気がするな単なるこのおじさんは恐怖症だったんかな一応私ね飛行機苦手なんですよねで高さも高所恐怖症でもありますで AKB ファンさんがお花を先ほど紹介したので吉野さん花似合うね吉野さん送られるかかっこわらわら すんませんもう,もうねしつこいですさあそしてこちらぱいぱいジャズミさん花札ですか今話題のえ賭博ネタをぶち込んできましたごめんごめん違う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 この人気パーソナリティーさんはいや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 あそっか花札ちっ,っちゃったね <laughs> すごいよね花札ってこの花見と思い出す私も怖いでしょ で本当に飛行機が怖いのは着陸の時やんな AKB さんはどっちも怖いいヒひひひひていうことでねもうなんかツイキャスの間で盛り上がってますね。パイパイジャズミさんねありがとうございます、はい、さあということでですねこうリクエストも紹介していますけれども1つね今日は初めての「 はい、刺繍を紹介したいと思います。初めてのほにゃららで今日もね募集していますよ。で、私が持っているね。ある刺繍、先ほどからわちゃわちゃやってるんで、この刺繍を読むときにみんながくすってあの笑われてしまわないか心配ですかさあ、こちら手に持っているのはえーとね。星空の。 満遍の星空の見た目ブルーですね。シンクのええー、っていう感じです。四いろはさん、千九百七十八年一月生まれの沖縄県生まれの方です。はい、あのね、いろいろとええー、を作っていらっしゃる方なんですけれども、いろいろとって変だね。 はいあの同志社大学小学部を卒業されて不倫スクールの教員をされたり証券会社オペレーターセラピストなどの好奇心の赴くままに職を転々としていまして出産を機に刺繍を作りたいという気持ちが高まり2009年に出した第1 の刺繍えマリア・マリンで第33回えバあの山之口幕の賞を、ね、受賞してるんですよ。すごいですね。那覇市在住の方なんですがウチナンチュです。でボーダーインクから実は発行されてるのが3月1日に本当にほやほやの新しい詩集「歌う星歌う」え「え歌う星歌う」歌うというですね詩集なんですがここでねちょっといいですか。恋というね 詩があるのでちょっとと紹介してみようかなと思います一つ一つがね、美しいです、言葉の紡ぎ方が。行のね、んだろう、書き方も独特ですね。恋、読んでみましょう。本当は独り占めにしてしまいたい。僕の浅ましさは増すばかり。ますますおしまいがいいと望んだけれど、前にも後ろにも行けない。 もう一度やり,直さないやり直さないといけない。でもいけない。困らせたくない。傷つきたくない。だからどうしても言えないことや聞けないことが僕を締め付ける。結局あなたのすべてにはなれないということで、でもあなたはとっくに僕のすべてになってしまっているということ。あなたは多分 僕に出,出,出会わなくてもよかったでも僕はあなたに出,出会わなければならなかったんだ。どうかこれを「幼稚な恋」と呼ばないで。というですね恋という詩なんですけど「出会わなければ」が2回噛んでしまいましたけれどもでもね本当にねあなるほどな いいとこついてるなと思いながら私も、ね、あの読んでみたんですけれども他にも、ね「コインとか「ファンファーレ」とか,か、ね、タイトルも、ね、すごく身近ですなんかすごく。で読んでるとなるほどこういうふうに言葉にして声に出して読むっていうのは結構自分の中に入ってくるなって思いますね。今ラジオでで、ね、でこのあのわちゃわちゃの中いいきなり死に入っていってたので、はい 皆さんの中でえ吉野さん何が始まったのみたいなそういうこともあると思うんですが、うん、少しねこれからまたゆっくりと彼女の詩集を紹介していこうかなと思います今日新年度初めての詩集歌う星歌うよういろはさんの恋という詩、ね、集をちょっと紹介してみました間にいきなりぶち込んでしまったので途中聞いた方は何してたのって思われた方もいらっしゃると思いますが次回楽しみにしてくださいね さあそれではですねここではい、えー、いきましょうか <laughs> 今観能小説ですかとかパイパイジャズミさんが言ってるけどえそ,そんなぽかったそんなんじゃないけどね今度また詳しく紹介しましょうさあそれでは先ほど AKB ファンさんがリクエストをねあのぜひお願いしますということでいただいてましたこれねいきましょうか私も久しぶりに聞いてみたいなそれでは AKB ファンさんで小林明子で恋に落ちてフォールインラブ いいですね歌っってててままますすすかかか盛り上がってますかあの頃の頃こと思い出してますかい,いい出しねもうねあのその子さんが「吉野さんカラオケタイム」みたいなそりゃそうですよもうね歌えるんだもん口が勝手に動くもんいや懐かしいなあのねこの英語の表記をさカタカナに直して文字に書いてずっと歌ったよね昔テレビの前にカセット置いてからに <laughs> いやらんかった分かんないカセット置いてから録音したなグーニーズの曲さシンディ・ローパーの曲めっちゃ覚えたよ うん、どっから読んでるのこれえっ、ー、とねあそっかそっか太郎介さんまずねさて仕事を戻ります最後に一つ初めてのまる、初めての生吉野さん顔ちっちゃくてめっちゃ可愛かったそれでは皆さんではでははい100点です <laughs> ラジオっていいね何でも言えるんだねだって目の前にいないんだもんねえ本当ですよ ありがとうございますそっか、太郎介さん、以前そうですよね。もう3回ぐらい会ってるもんね。ありがとうございます。今度、太郎介さんのご家族に会えることを楽しみにしています。さっきね、詩を読んだ瞬間に、パイパイジャズミさんが、観音小説ですかって。ね、今度やりましょうか。すごいよ。でも夜中の二時にやっていい、えー、?AKB ファンさん、FM ギノワンサイマルラジオで聴いているから、リクエスト曲聴けるわ。ええー、わーっていうことで、ね。サイマルラジオって何っていうの、今 <laughs>。 めぐみちゃんにレクチャーしていただいてましたそしてだから金曜の「妻たちやんわらわら」ってもうしつこいわそしてこちらいきましょうそう土曜の夜と日曜のあなたがずっと欲しいから「いひひひひ」って「無理は言わないで」ねはいありがとうございますってこんな光になってるんで AKB ファンさんその他にも歌ってもらわなそうですよねその子さん一番なんかほらなんか魅力あるじゃんなんかねセクシーに歌ってくれそうだよね えバブル気を煽る歌かっこわかりかっこわかりってかっこ笑い本当だよねそんな感じがしますねそういう時の歌でしたさあということで AKB ファンさんのリクエストをおかけしておりましたよ、えー、小林明子でなんだっけ恋に落ちて,落ちてで今流れてる曲は何あそうそうそうなんでいきなり皆さんこの曲聴いてみてわかるわかるかな そろそろ月の上を飛んでる我々は地球人だあ、違うか、なんて言ったんだっけわかる指と指をポッピって合わせてさそう、実は初めての、初めて見た映画が私、ET だったんですよ世代わかるでしょ、大体なんかな、幼稚園、小学校一年生だったのかなもう衝撃的で、何このなんかずんぐりむっくりと思って しかもでももでそれのバッチ持ってたんんねなんかさすっごくね壮大なスケールでなんかほら少年と身近なほら <laughs> AKB のファンさんが「ET やし」ってねそうなんですよ「ET」ですびっくりですよこの時間帯でも ET ですよ。初めてのまるで今日リクエストテーマは設けてお送りしてるんですが皆さんからいろんな。 初めての〇〇を聴いています。そして今かけてる曲が、私が初めて子供の頃、まあ映画館に足を運んでみた映画が ET だったんですね。それで ET のテーマあるっていうことで探してもらったらありましたね。すごい。皆さん思い出ありますか ?ET の。はい。さあ、えー、初めての映画はネバーインニングストーリー。あー、それも見たファルコン。ファルコン。あ、違う。どういうかさん大丈夫か今、ちょっと待って。今 <laughs> 自分で言って、自分で言って、今、面白かったんだけど <laughs>、ちょっと待って、ハマってしまったやばい <laughs>、なんだっけ、次、なんか <laughs>、めぐみちゃんと2人で、吉祥さん、何やってんですかみたいな、何もえ、少し叫んでみただけですよ <laughs>、いや、ラジオってこんなに楽しかったかなと思って <laughs>、実はね、この後2時から私、ロケがあるんですよ、テレビのね <laughs>、で、顔もこんな感じになってるし <laughs>、セりフまだ台本、頭に入ってなくて <laughs>、それもなんかいろんなことが <laughs> 頭の中でかき混ざっててね <laughs>、ちょっとあるんですけど <laughs>。 その他さんから来ましたよ。どうした？吉野さん、ファルコンね。そう、すいません。そ,その子さん一緒に後から鼻を出しますか？違いますねえ。ファルコンそう。ファルコン私いろんな思い出があってほらファルコンってさ。あれじゃんだって。カバか牛かわかんないじゃん。もうわからないじゃん。何なだあんたはっていう？あのインパクトよ。鼻も目もでっかいし、ちょっと内なっぽいでしょ。 で摩訶不思議なね生物なんだけどなんかこう親近感あるなんでだろうっつって <laughs> そうなんですよ夢によく出てきたわけで夢に出てきて顔の,の前にファルコンがこう正面に来るんですよ夢でねあ <laughs> っって起きてファルコンっつってもううちの母びっくりですよ今あとファルコンあとファルコンあとファルコンって言ったよねみたいなもうなんか訳が分かんなくなっちゃってねいつまで流すのって感じですけどもねそろそろねうっすらとフェードアウトしていくかと思われますけれども。<laughs> 最後は決めした客さんで <laughs> いいですね、パイパイジャズミさんがファルコンはシーサーかっこ悪いほですよねシーサーにも似てるんですよ思いますシーサーっぽいよねちょっとなんかあの顔が濃いじゃないですかでもああいうおじさんっているじゃんいるよね親戚にいるんだよマサイロおじさんファルコンにのマサイロおじさんあとはあれがあるじゃんマシュマロのやつほら、えー、マシュマロのほらえっ、ー、とさなんだっけなんだっけなんだっけマシュマロのマシュマロほら誰か言ってゴーストバスターズだ合ってる ね、あの白いムクムクのでそんなそんなおばさんもいたんですよそんなおばさんもいたんですよファルコン2のおじさんにあのゴーストパスターのムクムクに似たおばさんもいるし楽しいでしょで,、ね、でしょメール編でしょ いいですよねミラクルですうちの親戚はみんなね全部何だからみんな名前忘れるとうちの兄弟があファルコンにいのなとかあネバイニングソリーカーみたいなことを言いながらあなるほどねみたいな感じであのマシュマロのと思って「いやあのおばさん今少し汚れてるってよ」とか「あ <laughs> んかもう <laughs> あれそう今ふくふくしてないの?」とかね「すいません今日本語になってました?ね」ね皆さん本土からも聞いてるのよねみんなんで「教室さん調子いいでしょこの後料金があるから大変なんですよ今速攻あのドラッグストア 森三里店って場所に書いてるんですけどめっちゃ FM 小座から近いですよねそこでこの後ねちょっとロケがあってもう速攻速攻ねテレビの顔になりますからね今から <laughs> えパイパイジャズミさんがちょっと今真剣にもう一度ネバーエンディングストーリー見たいね見たいですもうファルコーンって叫びますからね <laughs> 私に会ったらね「へいよ」って言わないでくださいよ「ファルコーン」って言ってくださいねそしたらあなただけはあなるほど FM 小座の味を聞いてたんだなってわかりますからねありがとうございますさあ えすごくないこのラジオあともう少しでエンディングよねすごいエンディングストーリーよ <laughs>、ね、こんなことしないで読まないとちゃんとほら紹介しないとあ,あ忘れてた忘れてたえっ、ー、とこっち来てた来てたごめんなさいえっ、ー、とねあららがまさいガーさんからメール来てますよこんにちはわっしょいえ俺もお祭り男の宮川大輔が好きなあららがまさいガーです私も大好きです今日のテーマ初めてのまるですが今家族で昼ご飯をん 昼食を食べに向かっている初めてのお店ステーキバイキングこれは78セブンティエイトでのーあーなるほどね CM を見てめっちゃ行きたかったんですなので楽しんできますではでは最後まで千ばりオンあららがまさいがーでしたリクエストは初めてのチューお願いしますああそういうのもあったなーごめんなさいすっかり読むの忘れてて探せませんでした <laughs> そして、えー、お名前おじさんパリパリからいただきましたこんにちはおじさんパリパリだよ パリパリバリバリねごめんも読めない <laughs> えパリパリだなのこれパリパリあバリバリあそうか見えにくいわめっちゃ虫眼鏡雨だね雨も楽しもうかねしてからにテーマおじさんの初めての思い出は最初に聞いたラジオかな初めてはしげるくんとひろみさんのシャープとともにだよああ吉野さん知ってる聞いたことありますひろみさんから聞いたことあります ラジオ沖縄の,あの、えー、看板番組でリスナーのさんのメール当時手紙だったけどそれを聞いていたら大人っていいなって思ったよ当時小学6年生で夜眠るときにひっそりと聞いていましたじゃあ最後まで楽しもうさねあれ PS カフーランチ券めっちゃ希望分かりましたおじさんバレバレさん寝ておきますねさあ今決ツメの曲流れてますね友よこの先も この先もずっとおかけしながらのエンディングしながらね。読みます。そしてこちらえっ、ー、とね。もうね。先生からも来てますよ。ありがとうございます。正面にいらっしゃいます。吉野さん、ご無沙汰。 ムーネ先生です月曜移動になってなかなかメールできず本当でした、えー、今回が月曜移動あと初めてのメールでそうなんです私金曜から月曜にお引越ししてました送られるかいただいたようで良かったです嬉しいです今が時期の花です初めての丸々特にないですが先月下旬から今月作業という意味で追い込んでますあそっか畑を起こして雑草を取って野菜の苗を植えて と、プライベートの時間を潰してます。あ、そうか、でも、好きだもんね。ムネ先生、そういうことね。来月から梅雨に入るので、作業ができるのは今月までか。と、確かに、それでは、また来週ということでいただきました。ムネ先生から FM 小座ね。今、ギャラリーの方、すごく華やかですよ。送られるかのお花、大きなね、長いね、あの花瓶、逃けてますので、ぜひね。あの、何の花という方は、もちろん、ネットでも調べられるんだけど、生のね、お花の色合いと。 香りを感じてください。香りあんまりだな。<laughs> あれ。なんか草っぽいね。なんだろう。ごめんなさい。今、まあ、いい表現しようと思ったんだけど、うん？なんかさニラっぽくない？ね、その子さんね。そうですね。ファルコーン <laughs> 違,う違,う違う。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 もうわけわかんなくないです。ファルコンエンディングストーリーにマシュマロであゴーストバスターズか。ついてきてみんな大丈夫？あともう少しでお別れできるかな？<laughs> 私速攻ドラッグストア森に行かんとけんからさねそうなんですよあでもねあ,あそうなんです決めしこちらクレヨンしんちゃんの映画の主題歌という感じになってますね少し聞いてみましょう さあ、月面紙の曲、エンディング曲でおかけしております。さあ、主婦部月曜担当玉木よしののノンスタイルでございますが、もうあっという間のこの時間になります。さあ、この番組は、目指すは地域のホットコミュニケーションステージ。 うるま結婚式場乳酸和の提ほか各社の協力でお送りしておりますがお送りしましたになりますねさて本当来週は4月18日月曜日ですけれどもまだねあの玉木月曜日に移動して私自身もねふわふわしてるんですよでも皆さんがこんな風にこうテーマリクエストテーマを投げかけてこんなにたくさんであの帰ってくるとは思わなかったのですごく今日は楽しくさせていただきましたいつも楽しいんですけど特に私はあのレポーター出身でそれが長いので でも、こう人からこう話を聞き出すとかっていう作業はすごい好きなんですね。そして、このラジオをうまく使っていただきたいということで、あの女性の皆さんにこう発信の場を設けているのも、あの一つのテーマなんです。ですので、来週ね、女性の方がお見えになりますけれども、ぜひともぜひリクエスト負けずに送っていただきたいと思います。それでは、また4月18日正午に身にかかります。玉木よしのでした。それでは、バイバイ。